分かった気になれ。早見御舟の由来は俵屋宗達の作品「源氏物語石」や「身を尽くし屏風」の中に描かれている鬼人が乗る船御舟から取ったもので、速い水に船を下ろすとも取れます。そんな彼の本名は牧田栄一で、1894年明治27年に浅草に生まれています。彼の初期の作風は今村志功の影響を受けた南画的手法に印象派を加味した作風から、デューラーの西洋画の写実を追求したものへと変化し、琳派の装飾的画法を参照して変化していきます。35歳の頃には日本画の写実的な部分にキュビスムに似た表現を取り入れた名樹「散り椿」を描きます。残念なことに彼が40歳の時に病気にかかり亡くなることになります。彼がもっと長く生きていれば新しい日本画を見れたかもしれません。